はい、工房節の長さです。くさびと書いて節と呼びます。はい、今週も抽選販売の方をさせていただきます。本日2月の29日より3月の3日いつも通り木日ですね。はい、今回もさせていただきます。イベントとイベントの合間ということで、まあちょっと今回少なくなりますよということは言ってあったんですけども、まあ数少ない、そして種類が少ないという感じです。そしてね、その前にベースさんね、抽選販売参加していただくにあたって、ベースさんのね、僕のページのアバウトっていうとこね、必ずちょっと読んでいただいて、ご納得した方のみ、ごめんなさい、抽選販売の方ね、参加していただきたく思います。で、まあクレジットカード、デビットカードとね、必要になって事前にね登録しとかなくちゃいけないんですが、はい、決済に関してですね、はい、こちらの方ね、はい、必ず読んでご納得した上でご参加お願いします。で、あとまあメールが届かないとかいろいろあるんですけど、はい、途中でキャンセルしたりとかあるんですけど、こっちね何にもできないんです。うん、皆さんはねベースさんとのやり取りなんですよね。うん、なので途中でどうしたいって言われても、こちらとしてはね何にも情報上がってこないんです。当たった人のみ情報が来て、送ってくださいねっていう風にベースさんから来るので、もうお客様がその参加したかどうか、うん、っていうの一切わかりません。はい、なのでもし何かあればベースさんの方に言ってください。もうこちらは何にもしようがないです。はい、よろしくお願いいたします。はい、今回はね一種類だけ、加藤201ですね、はい、の工房節バージョンのペンシルのみとさせていただきます。本当は加藤201、まあ今やっとこれができたんですけども、はい、加藤201のこの金具っていうのはボールペンとペンシル交換ができるんですよ。ボディが同じで、うん、なんですけどごめんなさい、ボールペンのボディ、いや違う、ごめんね、うん、ボールペンの金具の方が工房節バージョンがねちょっと遅れてる。シャーペンの方は少しできてるんですけども、ボールペンの方がねちょっと遅れていて、多分個展の時、うん、4月末ぐらいには何個か間に合ってくるとは思うので、ごめんなさい、今ねちょっと交換して売るっていうことができないんです。なので今回はペンシルのみとさせてください。なのでペンシルで使いたいなっていう方のみで参加お願いいたします。で、ペンシル節とね加藤201あるんですけど、名前が違うってことは互換性がないということなんですよね。うん、僕一メーカーなので互換性があるんだったら互換性があるように作りますけども、ペンシル節を作っているところと加藤201、加藤金属さんですね、はもう全く違うところで全く違う企画で動いておりますので、互換性はございません。何卒その辺はご理解ご協力お願いいたします。はい、ということで、はい、加藤201、今回これのみなんですけども、花輪の古武木ですね、はい、全部1万円とさせて、消費税サービスとさせていただきます。今回41本かな、うん、ありますので、はい、こんな感じで、はい、まあ今日皆さん見てるのはまあ2月29日からかなと思いますが、はい、3月1日から3日までね、東京日本橋三越さんですね、はい、で僕出店しております。はい、予約取れた方はいらっしゃいますかね、これ見てる方で。うん、まあ今回三越さんのね文具フェアなんですけども、はい、三越さん自身が350周年ということでね、ものすごい大きく、はい、やっております。なので木軸作家さんもね7社8社ぐらい出てるのかな、うん、ちょっと僕もバタバタすぎて見てないんですけども、はい、なので僕のブース自身は予約なんですけども、はい、
他の方はね、あの予約なしでも見れるところもありますし、フリータイムみたいのがあるところもありますので、はい、よければね、あのいろんな方のやつを見てね、まあ見比べていただければなと思います。まあ今その木軸木軸、うん、っていうのが大ブームでございます。はい、まあなのでね、いろいろ見ていただけるといいかなと思っております。はい、九州終わりましたね。はい、九州帰ってきて今撮ってるんですけども、まあやっぱり一日ということで本当申し訳ないなという感じがあります。まあ今年はね、まあ長崎もあるのでとは思っているんですが、来年こそは、はい、2日3日ぐらいでできるようにね、したいと思います。福岡でね。まあ、もともと福岡でずっとやってたんですよね。なので、まあ、ちょっとそれが宇宙遊泳さんに参加することになって、まあ1日という形でね、まあちょっと見れないお客様が増えてしまったっていうことは心苦しいんですけども、まあそれを2年間にやってきました。はい。なので次はもう3年目、もうダメっすねって思いましたので、はい。来年は福岡で、はい、2日間以上やる予定でございます。はい。まあ、三越さんも、なかなか、もうちょっと百貨店はね、なかなか出れなくなってしまって、はい。まあ、今は文具店さんと、まあ、宇宙遊泳さん、そしてまあ、個展ですね。まあ、個展だけはまあ、絶対やめれないんですけども、はい。新宿個展はもう、毎年。まあ、もともとね、個展ではなかったんです。東京の、東京ガスのね、ショールームがある、オゾンっていうところのね、クラフトフェアにゴールデンウィーク参加していて、いたのがきっかけで、まあそのイベントがなくなるということで個展をし始めました。はい。やっぱり東京という場所でね、まあ長くやってきて、まあゴールデンウィークに東京、そして新宿ということでね、もうずっと、まあ今後もね、やれる限りやっていこうかなと思っております。なので東京のそのゴールデンウィークの新宿っていうのが一番ね、僕にとって気合を入れるイベントなんですよね。なので、まあ、去年も数、多分、新ケースとかね、あの辺合わせると3000本以上持ってきれたと思うんですよね。まあ今年もそれぐらい頑張ろうと思っております。なので種類、数含めて、もう個展にしか持ってかないっていうやつもね、いっぱいありますので、個展ね、また参加していただければなと思っております。まあ、すでにね、新宿個展のね、往復はがきがね、来てるんですけどもね、まだ募集してないんですよね。募集してないので、今来てるやつはもう全部何もなしでお返ししておりますが、はい。何枚来たやろ？5、6枚来たかな？3月末頃ですね、はい。に、ブログ、YouTube でお知らせして、プラス、その SNS でね、はい。応募の仕方を含めて情報発信いたします。はい。なのでそれからね出していただいて、まあ期限はだいたい2週間ぐらいの間となります。その間に送っていただいて、多分去年もねすごい人数の方が応募されたんです。で、まあ去年は第一希望から第四希望ぐらいまであったと思うんです。で、まあやっぱりね、希望日第一希望に当たるっていうのは本当にごくごく少数になってしまうほど初日っていうのがめちゃめちゃ多いんですよ。今回2日から6日なので、
何日間 ?2、3、4、5、6、5日間なので、去年1日増えてますので、うん。まあ、とは言っても、まあ初日2日、まあ3日は多いんだろうなーっていう感じですね。で、第2希望を書いてくれないとね、なかなか難しくって。でも、第1希望とか第2希望、下手したら第3希望ぐらいまでに当たるかなとは思うんですけど、それでも当たらない、第3希望までぐらいには当たると思うんですけどね、まあ第4希望までちゃんと書いていただけるとありがたいんですけども、はい。まあ今年はね、まあその時に言いますが、まあ希望日書いてない方で外れた方はね、もうごめんなさいっていう形を取ろうかなと思っております。去年まあそうやった結果、第2希望までしか書いてなくて、第2希望まででも外れた方ね、最終日 OK ですよって書いたんですけど、やっぱり来られませんね。来れないんだなっていうことがね、よくわかりました。なので、希望日のみでもう抽選したいと思います。はい。なので、今回は第5希望まであると思いますので、第5希望まで書いてくれた方はね、もう必ず見れます。で、最終日でもね、めちゃくちゃ余ってました。うん。はい。2000本ぐらい余ってました。うん、そうそう。そら3000本以上も出てますからね。うん。はい。まあ、ということで、今年も頑張りますので、またよろしくお願いします。まずは、今回動画撮ってるこの、抽選販売ですね。はい。今回は、金属金具の方が、加藤シャープ201のペンシルの方となります。はい。冒頭にも言いました。ボールペンと普通は交換ができるんですけども、今回、ボールペンの金具が今ちょっと出来上がってございませんので、ペンシルのみでの販売となります。で、またね、ゴールデンウィーク後かな、販売できると思います。はい。金具、ボールペンに変えたい方ね、金具買っていただいて、ご自身で交換していただくということも可能です。はい。で、工房節のね、オリジナルペンシル、ペンシル節シリーズ、はい。とか、固定式金具とかね、ああいうのあるんですけども、僕が作ってるそのペンシル節シリーズと加藤さんは全く違う企画で動いておりますので、互換性はございません。はい。それだけ覚えておいてください。加藤さんのね、201に関して、ボールペンとシャーペンは交換できる。で、シャーペンの方は 0.5 です。で、ボールペンの方は G2 規格、いわゆるパーカータイプと言われるやつですね。はい。そちらの方となります。ではでは、今週もね、1種類でございますが、もしよろしければ、はい、抽選販売の方を参加してください。そして今回ごめんなさい。水越さんのイベントに出てね、いろいろちょっと用事東京で済ませて帰ってきますので、従業員さんもお休みとなります。なので3月の6日から発送となりますので、よろしくお願いします。